はい、チャンネルです。今回はですね、アメリカンエクスプレスの紹介プログラムについてお話をね、させていただきたいと思います。えー、先日アップさせていただいたですね、ステータスマッチの動画でですね、アメリカンエクスプレス紹介お願いできますかなんてお問い合わせをあのおかげさまでいただきましてですね、アメックスのね、営業さんを経由してお申し込みする特別紹介プログラムとね、えー、まあ会話したくないとか、インターネットで申し込みしたい方用にですね、紹介プログラムの URL を お、えー、送りさせていただくように、ね、手配をさせていただこうと思ったんですけど、えー、今回ですね動画に撮らせていただいたのはなんとこちらアメックスの、ねえー、ホームページ上で URL を利用して、まあ、紹介をする紹介プログラムについてですねなぜかですね分かりませんけど申し訳ございません、えー、入力された情報からのご紹介は対象外となりますお問い合わせの際はお手数ですがお電話くださいますよお願いいたしますというね今まで見たことない、ね、画面が出てきまして ななんぞやというようよ状況ですでこちら発生したのがですね、まあ、土曜日だったんで、まあ、慌ててね記載されているフリーダイヤルの方に電話してみたんですけど土日つながらなかったですなのでね、えーまあ、改めて週明けてですね問い合わせさせていただこうかなと思いまして今回ね、えー、動画撮らせていただきましたうん何でしょうなんかねあの個人的には私のなんか利用状況とか属性が悪くてね あの紹介ができなくなくってたまたまなんか土日とか、まあ、今こういったコロナの関係もあってですね、えー、人員がいないのでちょっと紹介まあでも人員がいなかったら URL って普通にね、えー、紹介できるんじゃないかなと思いますけど、まあ、何かしらの理由で利用ができないという状況、えー、明確な,なんかね、えー、システムメンテナンスとかっていうことで何か理由があれば 安心だなとは思ってるんですけど、まあそれが何なのかっていうのをね、これからちょっと聞いてみたいなと思います。で、紹介プログラムについてですけど、実際にですね、URL を利用して会員から紹介をする、でその URL を利用してですね、申し込むっていう場合の紹介プログラムとですね、この場合はまあ、特段あの通常の申し込みと正直ね、今は変わりません。審査の優遇とは一切ないという状況です。 もう一方はですね、営業の担当を経由して申し込みをする。この場合は、書面での申し込みとか、遠方の方であれば郵送してですね、えー、申し込み書を書いて、返送の上、まあ、審査をするとか、えー、そういった形にはなるんですけど、この場合、営業担当の方がですね、一筆推薦状書,書いていただいて、多少はですね、えー、審査に優遇が起こるというのが、まあ、営業を経由しての紹介プログラムっていうのがございます。これはまあ、私、担当がついてますんでね、そういった紹介ができるわけですけど、通常であれば、 担当がついてなければですね、URL を知人にお伝えをして、その URL から申し込みしていただくっていうケースがね、大半かと思います。まあそういった、ちょっとね、えー、相違点とかはございます。じゃあね、えー、まずちょっと電話の方で、えー、これから問い合わせをしてみたいなと思います。じゃあね、行ってみましょう。お電話ありがとうございます。アメリカン・あすいません。 えと先日、あのホームページ上でですねあの紹介の、はい、URL を見ようと思ったんですが入力された情報からのご紹介は対象外となりお問い合わせくださいという文言が出たんですけど、はいはい、なんか問題があったのかなと思ってそれでちょっとお電話させていただいたんですけどあかしこまりました、えー、確認者少々、書、えー、とお客様の名前まず伺ってください、えー、島田芽衣子と申します。 コウ様、はい、ウェブ上からの申し込みできなかったということですか。そうですす担当のの確確認者のお待ちくださいた、はい、たせしの確認しま今てきたんですけれども、はい 今、お電話いたのは電話でのご紹介を受け窓口でございまして、はい、こちらはそのウェブ上でどうしても申し込みができなかったのか確認ができかねてしまいましい。ご紹介をご希望ということであれば、はい、このお電話ので、ご紹介した方の情報をお伺いをして。はい 申し込み、あの受けたまることもできるんです、ね。あ、分かりました。えっ、ー、と、一旦は、まあ、今まだ、あの検討中ということだったんで、えっ、ー、と、確か、紹介、なんか URL でできたよなと思って、ホームページで確認したら、ちょっとそういう画面が出たもんですので、ちょっと気になって、はい、お電話して、えぇ、ー、させていただいた次第だったんですけど、じゃあ、原因とかはちょっとわ分からないという状況ですかね。そうですね、ですので、えぇ、ー、総合窓口の番号をお伝えいたしますので、はい。 あ、そちらの方にお電話いただいて、ご確認を取っていただけれ。あ、わかり、あ、えっと、番号存じ上げてます。ただ、今、あの、画面上に、この番号が出てたので。えー、っと、なんか、お手数ですが、お電話くださいますよ、ということで、ガイダンスがあって、この番号があったんで、なんか原因わかるのかなと思って、お電話させていただいた次第です。申し訳ございません。はい。こちらの方だと、すぐ分かりかねてしまいます。あ、そうですか。えー、窓口の方にお電話いただければと思います。承知しました。はい。じゃあ、あラジオです。また改めます。かしこまりました。はい,はい。 はい、失礼します。いますはい、えー、というわけで、ですね、今、電話で問い合わせさせていただきましたが、結果としてはですね、理由が分からずという状況でございました。まあ、土日に見たときにです、ね、紹介の URL が出てこなかったという状況だったので、正直、まあ、場合によっては、 メンテナンス中とかね、えー、そういったことで、えー、出てこなかった可能性はあるかもしれません、えー、正直ですね月曜日からは通常通り URL での紹介が可能という状況でございました。 まあ何だったんでしょうね。一応電話した際にメンテナンス中ですよとかね。メンテナンスしてたので紹介できない状況になってましたとかっていうのがなんか明確に回答があれば、あの非常に安心できたなとは思いますけどね。なんか私の属性の不備でですね、なんか紹介が止められてしまったとか、まあそういった懸念も非常に心配してましたので、まあそこだけちょっとね、あのクリアな状況になればなと思ったんですけど、結局クリアにならず。 ただ今、現時点ではで URL でのえ紹介もまあ可能という状況になっておりました。はいまあ、今回ね、こういったことはありましたので、もしね、そういったご経験ある方とか、原因お分かりの方いらっしゃったら、ぜひコメント欄からでもあのお聞かせいただければと思います。 はい、というわけでですね、今回の動画はこちらで以上になります。この動画がね、ためになった、参考になったという方、ぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただければ幸いです。あと、概要欄の下の方に、Twitter、LINE、Instagram やってますんでね、ぜひ合わせてフォロー、えー、チェック、よろしくお願いいたします。またね、こういった動画、どんどんお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。